江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、こちら渓谷の掲示板からのご紹介ですけれども、渓谷民 LINE 事件も大きく見れば扇動ですよねというですねスレッドがありました。そうだよ、扇動だよ、うん、渓谷だけワンワン騒いでさ、こっちそらいい迷惑なんだよ。はい、じゃあね、ちょっとこれスレ長いんですけど行ってみたいと思います。かなり長いです。くーちゃんお願いします。1. 相手が日本なので半の日フレームを立てるのにぴったり民主党を利用して食べやすい素材だ、ね、2019年ムンジェインとソン・ジョンウィ・ソン・マサヨシのことの出会いの頃からソフバンはラインを買収する計画があったと報道された。当時は何の問題もないソフバンのライン買収が今になって売国になる論理的な理由があるのか。3. プラットフォームはただお金をたくさん儲けるところだから売れば無条件売国度断崖だ。 LINE 自体 IR 財務諸表だけを見たときに2019年マイナス389億円の営業損失、マイナス514億円の当期純損失、マイナス31億の営業キャッシュフローである。思ったよりそんなにお金になる事業ではないということ。以前2018年は161億円営業利益、マイナス57億円当期純損失、91億円営業キャッシュフロー。2019年以降、爆発的に成長したかというとそれもの。4. ネイバーは売る売らないとも決めていないが、周辺で売るなと訓戒するようなもの。ネイバーの立場では、日本政府が資本関係変更云々言ったことより、ソフバンにお金がない方がもっと問題だろう。5. ラインは毒とのようなものだから絶対に売ってはいけない。2019年のムン孫の出会いの後に2021年に合弁法人 A ホールディングス設立までラインを買収するための一連の計画があり、あえてトリガーとして今現在日本政府が資本関係云々したこの時点は答えが決まっているようなものなので、あえて悪口を言うなら2021年当時にソフバンとの持ち分構造形成そのものから渓谷政府が乗り出すべきだが、ムンジェイン政府が同時にしたことはないですよね。6. 渓谷政府が何もしないので無政府状態だ。渓谷政府が何度も乗り出すべきだと先導する人がいるが、具体的に何をどうすべきかまで言う人はたった一人も見たことがない。ただ大使を招致して怒鳴りつけ日本政府に公職書簡を送ることなどが政府の解決策だと考える水準ならこれ以上言うことはない。日本の法によって日本の会社であるラインを相手に渓谷政府が何ができるのか。斬新な想像力を動員しなければ不可能。7. ラインを売るのは無条件損失だ。ラインを売るのが無条件の損失だとしきりに誰かが暗示をかけたり、正確でない情報で感性的に接近する人が大多数だが、冷静にラインを持ちながらキャッシュフローを何期にもわたって食いつぶすのが絵なのか、 VS 持ち分を現時点でソフバンに渡して一気にキャッシュを回収するのかの問題として見てほしい。これはビジネスをする人たちが毎日持っている考えだが、ラインを渓谷政府所有の行政資産のように考えるのは事件を歪曲認識すること。8. ラインは渓谷の会社。当然ノーだよ。2023年の合併に至るまで最上位の A ホールディングス旧ラインだけが50対50で、持ち分関係だけを見ればネイバーソフバンの共同支配だったが、最上位の支配企業だけでなく中間の非支配持ち分まで考慮すればすでにソフバンの子会社だった。それでネイバーの連結海外子会社から抜けたので、その他の理事会さえもソフバンラインが握っているので、支配力がネイバーにあるかどうか答えが出るはず。ライン、ヤフーさえもヤフーが売上5倍実家総額2倍大きい会社。それで何度も扇動される人たちがまともな渓谷会社を日本にくれてやるのかと勘違いするが、すでにラインは設立時から渓谷会社だったことがない。ライン加入時の規約さえも準拠法が日本法で記載されているはずだ。上記総合するとネイバーはむしろラインを売りたくなるだろうし、この機会に価値の評価さえちゃんと受けて出口戦略さえうまくやればお得だと思うかも。はい、というね、こちら書き込みなんですけれども、こちらに対して、渓谷の反応言ってみたいと思います。まあねまあそうなんですけど、分かってくれないんですよ渓谷さんは。50% の持ち分で合併するときはじっとしていた愛国士たち、そのときは何をしていたのか。問題はこれから稼げる機会を諦めないといけないのかということ。いや違うんだよね
日本の富強さに我慢できない左派がいるからです。日本政府が持ち分を整理しろというな干渉すること自体が問題。あなたたちの正体で明らかなのは、一警告の左派より日本の方がいいに政府の保護を受けなければならない海外警告企業の不安感などは眼中にもない。他の場所で親日派土着和光と呼ばれませんか。わら冷徹に感情を排し、理性的によく整理した文ですが、内容はどういうことなのかもよくわからないし、論理的には反論する自信もないけど、ただユン・ソクヨルの支持者たちがこうなんです。皆さんわらわら。日帝時代の外国ドラもこう言いました。皆さんわらわら。誰が哀れなのかは見ている方が判断するでしょう。いやお前が哀れだろ反論する自信がないんだったら言うなよ。全てのマスコミが批判しているのに、一人で理性的に整理する方が哀れですね。LINE、Yahoo が昨年歴代最大の売り上げだそうですが、売上成長率ともにいいですよね。行政指導を下したのは日本の会社である LINE、Yahoo です。そしてニュース報道から推測すると、それでソフトバンクがネイバーから持ち分を追加買収するために交渉を進めているようです。これがどうして問題なんですか。のソフトバンクが提示した条件が気に入らなければ、ネイバーが持ち分売却を断ればいいのです。いや、条件を見る前に持ち分売却をするつもりが全くなければ、ただしなければいいです。この簡単なプロセスがなぜそんなに皆さん理解しにくいのですか。え言わせちゃうはい、じゃあですね、チャットの反応いきましょう。なんでこんなに盛り上がってんのかさっぱりわかんないよね。じゃあ上の方からいきますかね。国が分かってて勘違いを煽ってるよな。アケイさんち、イジェミョン先生が正しいこと言ってるのに何が先導にだか。大きく見なくても先導だよ。 LINE 不買すれば円満解決。いや、大きく見なくとも先導だろ。そもそもおもらしの件公表していないだろ。 LINE も孫もいらないので持って帰っていいよ。わらわら。大きく見なくても先導なんだよ。お前らの企業が日本に迷惑かけているんだよ。だから売るか撤退するか選択しろって言ってるだけなんだよ。そもそも情報流出を隠して報道してる時点で意図的な情報操作だし、それを真に受けて反ヌチフレームに乗っかるのがお前らな。わらわら。対案とか具体策なんか一度たりとも出したことないやん。正論をぶつけても警告人は理解しませんよ。お前ら単に高く買ってもらうために騒いでないか。サーバー国内においてデータ分断すればいいのに、ソフトバンクの孫さん半島由来や非セキュリティクリアランス立てにできるし。なんかこんだけの長文ちゃんと読んで反応するやついるんかねコメントね90個ぐらいついてるもうなんか翻訳がなんかね言い合いになってて、ちょっと込み入っちゃってて反応が少ないんですけど、なんか言い合いになって喧嘩になってますよここでもさっきあったように、まあ、内容はどういうことなのかもよくわからないし、論理的に反論する自信もないっていう、要は感情的にこの記事に接することしかできない人たちが多いっていうことかな。 LINE もソフトバンク関係も一切関わり合いになりません。 K さんちの先導組はこれ一行読んで力尽きてるだろう。わら。イジェミョン先生、 LINE が日本に取られちゃう危機ですよ。もっと煽ってください。わらわら。騒いでいるのは警告だけ、日本は冷静に見ているだけですよ。内容を読まないで切れてる、反応ばかりに笑う。わらわら。ここまで丁寧に説明されても魔力脳では理解できないんだろうな。理解する気がないというか、まあこれに対して論理的に理解する気がないね、全くね。お隣国民も220万人分が流出したと聞いているけど、そんなに大事ですか。あ、これだけ理路整然と説明されてるのに理解力がないのが惨めだね。おー、もうグーの音も出ないぐらい説明されてんのにね。客観的に物を見られないのは致命的欠点。普通ここまでさ、きちっとスレ立てれば、そこまでスレ立た、あのあれだぜ、あのコメントないぜ普通は。今までの被害額を日本が許すまで全て警告が1000年間謝罪と賠償するなら OK です。にっこり。ネイバーは条件云々言える立場にないのよ。おもらしばっかだから。なんかよくわかんないけど、日本が文句言ってるから反対するにだって野党的な考えなんだろうな。マスコミもここぞとばかりに煽ってるしな。わらわら。本当に信じられないぐらい私分率悪いんだな。こんな説明さえも何言ってるか意味わからないなんて。わら。一人の正論なんて大衆の声で押し切れるみたいに思ってるのが計算値の過去であり、この先の大損失につながってるの気づかないのだな。
脊椎反射して言い合いして虚しくならないか。だからね、どんなに理由言っても論理的に説明してもなん、あれだよ、無理に愛は何かで終わっちゃうんだよ。警告人は自分の過ちを認めるよりも異性を張って弁明にキュウキュウとする。それでこそ自身のメンツ、自尊心が保たれると勘違いしているらしいよね。ホワイト国の説明も全然理解できなかった連中よ。はい、ということでね、それではこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。